さて、今さら言うまでもありませんが、ヒガの兵力差は歴然。つまり正面からぶつかるという選択肢はなしです。分かりきったことはいい。で、それをどう打開する？では、そこからは俺が。今、白馬遠心の2つの私が炎将軍に抑えられています。まずはそこを急死、守備を落とせばこちらの共闘法が出来上がりというわけです。ふん。だが、敵も手をこまねいてはおらんだ。そう、そこで陽動が必要なんですよ。あの大軍の注意を引き、正面からぶつかる役です。あ、では僭越ながらその役目、私が承ります。